はーいお疲れ様です元光です言論プラットフォームのチャンネルになります今回のお話なんですけどあの迷惑系外国人 YouTuber のジョニーソマリが ついに国外追放入国禁止になるんじゃねえのかーっていうのはね、そんな話なんですよね。めっちゃネットではね、歓喜の声が上がりまくってるわけなんですけど、おっしゃざまーみたいな声が上がってるわけなんですよ。まあ、ジョニーソマリーといえば、何回も迷惑なことをして、ついに逮捕されていた迷惑系外国人 YouTuber なわけなんですけど、罰金20万円が課せられて、え、安すぎないって思ってたんですけど、日本から出国しなければならないとかっていう話もあったりするんですよね。 まあ、ということで、今回その話題になっている内容をね、見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話ししていきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、この人がね、ツイートしてる内容になるんですけど、えー、こちら、和訳されてるもので、速報、日本の裁判所は、アメリカのキックストリーマー、ジョニー・ソマリに、業務妨害の罪で有罪判決を下した。罰金20万円だーって、そして彼は日本を出国しなければなりません。 日本への入国禁止を伴った国外退去の可能性があるぞーっていうことで出国しないといけないしあともう入国を禁止にされるぞーっていうようなおっしゃーざまーみたいなねそんな内容がね発信されてるわけなんですけどただこれって本当なのっていうようなね意見があったりするんですよ、まあ、実際にここにね引用されてるヤフーのねニュース見てみるとですねそこを迷惑系アメリカ人配信者のジョニー・ソマリに 罰金の二十万円の判決。牛丼店で大音量ライブ配信。検察が迷惑行為をネット上配信行為が横行。総処罰が必須だということで、大阪・道頓堀の飲食店で大音量で音楽を流しながら動画を撮影・配信したとして、威力業務妨害の罪に問われていた。アメリカ国籍の男。大阪地裁は一月十日午前、男に罰金二十万円の有罪判決を言い渡しましたという報道はあるんですけど、その中。 にまあ出国を命じられただとかあとは、えー、入国禁止になるっていう文言は全然ないんですよねまあ、ただ罰金20万円の判決が下ったということだけなんですよあれじゃあまだ出国しなくていいのかって感じがするんですよね他の人もこう言われてて1年以上の実刑や入管法24条の2号どちらも該当しないので強制退去ではないですよっていうようなねそんな意見も上がってるんですよ出国命令になる可能性があります大阪で一緒に に配信していたトゥーランスパイディとタイでで合流すするつもりのようですということで、いや、それまだ強制退去ではなくねっていうようなことが言われてたりするんですよね。まあ、ちょっとややこしいんですけど、こちらね、出入国在留管理庁のホームページ見てみると、出国命令制度とはということで、不法在留としている外国人は収容令書による収容の上、 退去強制手続きが取られ日本から強制送還されることになっていますまた強制送還後5年間、えー、は日本に入国することはできませんよってまあ、これが強制退去の話ねしかし不法在留している外国人が帰国を希望して自ら地方出入国在留管理局に出頭した場合は下記2の要件を満たすことを条件に出国命令という制度により収容令書により収容されることな 出国すす。ることができます出国命令により出国した時は日本に入国できない期間も1年間となりますということで、まあ、下が出国命令の話、まあ、ちょっとこれ分かりづらいよね、まあ、こうした2つがあるんですよ退去強制と出国命令ということでね、まあ、大きく違うのは収容されるかされないかっていうとこと出国 入国国後にまた入国できるよっていうのが1年間は入国不快になるか5年間10年間入国不快になるかっていうところの違いなんですよねでねまあここでめちゃめちゃややこしいのがあくまでこれは不法在留とかの違法行為をしている人たちの話であって普通の刑事罰とか、えー、今回で言うと業務妨害とかのね、えー、刑事罰だった場合はまた別の考え方になるわけなんですよ1年以上の実刑が下るようなそういった罪がない限りは 強制退去にはならななならいいよよよっていうような方があるわけなんですよねただそこら辺ちょっとややこしいの、ね、はしょっていますけど、まあ、要するに業務妨害の20万円罰金ぐらいじゃ強制退去にならないよっていうような意見がこちらなんですよね。 まあ、たださっきの人はですね罰金20万円で彼は日本を出国しなければならないよっていうのを言ってるんですよ。で、この人にはこの人の理屈があって、ですねこんな感じで次のことを言ってるんですよね。観光客としての彼のビザは少し前に期限が切れており、日本から追い出されるのは正式な国外退去命令の形である場合とそうでない場合があります。 なるほどね。 今回威力業務妨害の罪とかって話ではなく、ま、純粋にビザが切れてるだろこいつはっていうような、えー、理屈みたいなんですよねこの人の言い分はでさらに見るとジョニーは2023年春に日本に滞在し別の国に出国し2023年9月初旬頃に帰国しました2023年11月初旬に逮捕され2024年1月10日まで勾留されました観光ビザの有効期間は通常90 日間ですっていうことでこのビザが切れてるだろうこの流れからしてって、まあ、そういうのが指摘されて、まあ、さっきの話に戻るんですけどこれね不法在留っていうものに適用されるだろうって。 っっていいうううよよなななそういった理屈なわけなんですよだから彼は日本を出国しなければならないんだ。そして日本への入国禁止を伴った国外退去の可能性があるぞーってさっきの言ったこれだよね、えー。不法在留してるっていうことになるんであれば強制送還されて5年間はもう日本に入国することできねえだろうって。 まあ、制度上考えたら、この人の言われてる通り、こういう形になる可能性は全然あり得るわけなんですよね。まあ、だったらザバーって言って、めちゃめちゃいい展開になるわけなんですけど、他にもこの人はね、いろいろ言われててですね、もし彼が日本に再入国しようとするなら、犯罪を犯したことを認める入国フォームのチェックボックスにチェックを入れなければならないだろうって、懲役刑を宣告されていない人々の入国拒否は裁量によるが、もし彼が国外追放されれば、より危が 厳しい禁止措置となるのは間違いねえぞっていうのがね、言われてたりもするんですよ。まあ、そりゃそうだよね。少なくとも今よりは厳しくなるのはおかしくないよね。とか、他には、この脅迫文を読んだ多くの人はって、これ、脅迫文って直訳がおかしいのかななんか、まあ、この知らせを読んだ多くの人はって感じだと思うんですけど、彼に実刑判決を下してもらいたいと思っていたのではないかと思う。いや、そうだよね。 まさに実刑判決を望んでたっていうのが元光もそう思うんですけどそうなれば5年間の入国禁止となるだろうしかし日本の検察は罰金のみを求めたって何やってんだよ検察みたいな感じの言葉とあともう強制的に5年間の入国禁止になるとこだったのにっていうようなことがね言われてたりするんですよ、まあ、こうした出入国の話 かなりややこしいんで、まあ、実際に制度上そうなってたとしても実際はゆるゆるに動いてるというようなそんな流れもあったりするんで、まあ、正直よく分かんないんですよねただぜひとも,もう出国させてほしいと元光は思いますけどねもう国会追放してくれって思っちゃいますねでまあいろんな人の意見も見ていこうと思うんですけど特に海外の人からねいろいろツッコミが入ってて今日私たちは日本で生放送を行って国民を 侮辱し混乱させることに専念していた望ましくない人物ジョリー・ソマリが20万円の罰金刑を言い渡されたことを共有できることを嬉しく思いますってそして最も重要なことは出国しなければなりませんっていうことで、まあ、海外の人たちからするとよっしゃざまーっていう声がめちゃめちゃ上がってるんですよね、まあ、日本人以上にこういう声が上がってて他には罰金は20万円のみだって日本政府は優しすぎるなーっておいおい日本政府何してんだーって もっとしっかりやれよーって、まあそんな声もあるんですよね。まあもっと 追求しててかかっったんじゃなないいのかなって元光も思いますねとか他には「再入国禁止と罰金が20万円ですか?」って日本人の怒りや憎悪をかきたてたことに金銭的評価ができないのは理解するが「地とどこか一別した感じがするぞ」って「しかしこんな裁きでも判例ができたのは大きくシナ人も少しはおとなしくなるのかもしれない」ってまあそうだね、えー、まあ罰金20万円っていうのはなんか小さく聞こえるかもしれないですけど一応判例ができた っていいいいうことと自体はかかなななり大きいんじゃないのかなと思います同じように外国人で迷惑系 YouTuber やってる人そうした人たちには抑止力になるんじゃないのかなと元つも思いますとか他にはどんどん国外追放してほしいですねっていやほんとそうなんですよ ま正直なところ、ビザが切れただとか、犯罪を犯しただとか、それ、どれでもいいから、とにかく、まあ、国外に追放したいなっていうのが、本光は思うとこですよね。ぜひとも、この人が言われてる通り、彼は日本を出国しなければなりませんっていう、そういう状況になってほしいですよね。ということで、今回のお話は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。本光のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。 本日もご視聴ありがとうございました。